もう体全体見てますんでね、はい、まず電解質のバランスを見るところ、はい、ナトリウムが若干高いです、うん、ってことはちょっと脱水があるからお水を十分飲めるようにしておいてください。あ、次腎臓の機能を見るところ、はい、クレアチンとビエン低いんですけど、これは気にしなくていいです、はい、まあ、腎臓は大丈夫だと。か次グルは血糖値、はい、正常です、はい、かここは肝臓、はい、まあ、正常です。あ、GBT、GOT、ALP、ビリン全部正常です、はい、ちょっと飛んでこちらも肝臓です、はい、黄疸出てるかどうか出てない、はい、アンモニア気持ち高いんですけど、アンモニアってすごい微妙でね、はい、検査ミスで上がることもあるんで、はい、本当に400だ500だって言うと明らかに高いんですけど、これぐらいだったらちょっと他のが全然正常だから、はい、まあちょっと観察ですね、はい、で GGT も正常と、はい、次タンパク、これがあのラピちゃんね、ここは正常、はい、正常ですね、はい、からアルブミン 3.9、 これはちょっと高いです。脱水、そういうこと。今日も全然水飲まないんです、いつも飲むんですけど。あ、そうなんですか。グロブリン正常です。カルシウムちょっとだけ高い、はい、これはでもね、何とも言えません。からコレステロールが120、うん、なんで丸ついてる、これは正常ですね、はい、中性脂肪も正常です、はい、MF っていうのは血液の寄生虫、はい、いませんでした。あ、そうですか、はい、か PCV はあの血液の中に何パーセント赤血球があるか、はい、正常です、はい、これが多いね。ちょっとこの子生後1、2ヶ月ですね、はい、だから要ですね、とだいたい1万から1万6000ぐらいで2万3000だからだいぶ多いですね。白血球が多い、だから炎症があるとそれを抑えようとして増えてくると、はいはいはい、別に普通のうんちしてるんですよね、はい、で普通に食べて戻したりもしてないですか、健康的なうんちです。いたずらしてなんかかじって食べたりとかそういうこともない、ないと思います。この皮膚病だけでこんなに上がらんだけどね普通まあちょっとこれも経過観察ね、はい、次リパーゼ、これは膵臓の炎症があるかどうか正常でした、はいはい、あれフェレブ FIV は永田さん、で猫 A ですね、これ、うん、猫免疫不全、はい、ありません。あ、うん、猫白血病、これもありませんでした、はい、よかったです。からリン、これはね若い子は高くなります、はい、ただ年取ってくると腎臓が悪い子は上がってきます、はい、でもまだ若いからそれでだと思います、はい、から CPK っていうのはこれは筋肉とか神経が弱ると上がってきますけど、まあ、正常でしたね、はい、であとはさっきの白血球2万3700が多いんですけどね、これね多い、でその内訳を見るんですけど、好中球って言って急性炎症で増える好中球が9400、まあ正常範囲のちょっと多い方かな、ちょっと格好しておきますね、がリンパ球、リンパ球が1万902、だからまあ、これも正常のちょっと多いところじゃないか、はいはい、正常ちょっとだけ超えてるんだ、ね、続いて胆球1869、これも多いですね、これは慢性の炎症で増えます。から好酸球1422、一応正常だけど括弧しておきますね、ちょっと多いと、なんかねやけに多いんですよ。でリンパ球がもしねこれ1万だったらまあ何とも言えないんですけど、はい、どん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 増えてってね、例えばリンパ球が5万だ7万だになると白血病なんです、はい、だからたまにちょっと血液ここまで見た方がいいかもしれないね、ちょっと多いから、はい、ちょっとまあ置いてね、はい、赤血球の数が1059万、これもプラスがついてるからちょっと多い、はい、で若い赤血球が100個のうち1個出てほしいんですけど、はい、若い赤血球は大きくて青く染まる、100個のうち1個出てるから正常でした、はい、血小板、これもちょっとだけ多いかなと。うーん、白血球全般的に多いよね。なんでだろう、ということが分かりました、はい、でとりあえず肝臓はこのデータだから、はい、であとはさっき言った観察表をつけてね、はい、で肝臓ってちょっとぐらい悪くてもね、はい、表に出てこないんですよ症状は、でもそういう観察表をつけてるとちょっと同じ食べてるってもね、食べる時間が長くなったとかね、はい、そういったことも見てほしいんですよね、はい、でお薬なんですけど、これなんですけど入ってる中身はちょっとこの袋に変えておきますね、はい、1日1回、はい、飲ませてほしいんですけど、入ってる中身は
ジョラ、こんな像、まあ、これがいわゆる方針金材です、うん、はい、でまあ肝臓に負担かかるとは言ってもね、結構いろんな子に使ってますけどね、バルクダルクはそんなにいないです。あ、そうなんですね、はい、そういう子の方が多いですよ。ただ使われるんですか、飲み薬っていうのは。イトラコナゾーですか。ええ、このそういう心筋症に、うん、うん、昔はね、これじゃなくてね、グリセオフルビンっていうもっと副作用の少ない薬があったんだけど、はいはいはい、もう5年か10年前になくなっちゃったんですよね。そうするとこれしかないんですよ。そうなんですね。そう、ケトコナゾールとかイトラコナゾールとか、はいはい、とやっぱちょっとどちらにしてもちょっと肝臓に負担がかかるかなと、はい、で、あとそれにタウリン、ちょっと肝臓を元気にする薬、はい、それからモサプリド、これは消化管機能改善薬、要は胃腸の機能を高める薬ね、うん、はい、胃腸機能を高める、それからあとは総合ビタミン、それからブドウ糖、ちょっと飲みやすくするためにブドウ糖、うん、はい、それからあとは何だっけな、あと免疫力を高めるためにプロバイオティクス、はい、プロバイオティクスっていうのはあのお腹の善玉菌ですね、腸の善玉菌、はい、ヨーグルトカードよく書いてあります、プロバイオティクス入ってますよ、腸の善玉菌を補うと腸の環境が良くなる、そうすると自分で治す力が高まると、はいはい、免疫力を高める、うもう一個免疫力を高めるものでアガリクス、これはキノコなんですけど、キノコ類にはベータグルカンというタンパク質が入ってます、うん、でアガリクスたくさん入ってるんですけども、はい、これも免疫力を高めてくれる、どうしてもこういう皮膚刺激症になる子は免疫力が落ちてると思われます、で1週間分ね7個あります、はい、で飲ませ方なんですが、どうやって飲ませるかな、ご飯に混ぜて、この子ってカリカリしか食べてない、いや、あのあれも、缶詰は食べてます、食べます、じゃあ缶詰によく混ぜて食べさせるのが一番いいかな、はいはいはい、で今日の夜から始めてください、はい、でこれで受付で渡しますね、はい、で一回じゃあチラッと見せてもらいましょうか、はい、え、なんでそんなバリカンの刃、そんな普通の人持ってないですよね、3mm、なんかいろいろ3mm とか 6mm とかが一緒にセットになってますで、前毛玉ができた時に、あとお尻に弁がついた時に買ってあったんですけど、そうなんだ、すごいね、お尻の周りもちょっと買ってそこ、本当はね、もうちょい買った方がいいんだけどね。そうですよね。本当はね。ちょっと様子見で、見でね、またヘロ。で、もし治りが悪かったら、その枯れるんだったら、もう1ミリで買った方がいい。そうですか。うん、もし治りが悪かったらね。つるっといっちゃいます。うん、そうで、まあ生えてくるからさ、で可愛いよ、結構1ミリで買うと。あ、そうですか。うん、でも顔ってどうするんですか。顔も。顔もが変わるんですか、うん。そう、グレムリンみたいな顔になって可愛いですよ。目が大きいから。でこれ耳の毛も切っちゃっていいんですか、そうです。うん、大丈夫。なんかそのあれに体に必要な毛ってこのヒゲ以外に。まあ、うん、ヒゲも必要だけど、でも家で飼われて外一個じゃないからさ、はいはい、最悪なくても大丈夫なんですよ。そうなんですね。要はこれで自分が通れるね、隙間を通るとか言うけどさ、あ、そういうことなんですね。うん、この子の種類ってさ、はい、なんか何です、エキゾティック、エキゾティックです、はい、エキゾティックショートヘア、ロングヘア、エキゾティックロングヘア、ロングちゃんなんですけど、これ目はやっぱひどいね、ん、目はやっぱり目薬しました、いや、まあ買ってたのでやれてないんですけど、ま、シャンプーはしてないの、シャンプーはしてないです、あ、買っただけね、大きい目薬もう一回しとこう、1日2、3回ですね、そうそうそう、目にね、この目はちょっとかわいそうだね、本人かゆいんですか、うん、痛がゆいと思いますよ、こんなんついてくるからさ、だからもし私が飼ってる子だったらさ、こんな2時間おきぐらいに目薬しますよ、そうですか、はい、汚れてたら最初のワンピンつけるけど、はい、もうこれだけ、はい、これだけでもいいから、でこの目の内側のただれてるとこにも浸透させるように塗る感じで、このこういうとこにも、これかわいそうなんですよね、この顔は、で私検査しなかったけどさ、目の方は、ええ、こういうのをね、涙管が通ってるか通ってないか検査するとさ、はい、多分通ってないですよ、要はここに蛍光色素をねポトッと落としてね、はい、普通1分ぐらいで鼻に抜けてくるんだけど、多分鼻に抜けてこないと思います、この、
でそういう時に抗生物質使うから、だから3回で止めないで、でも目やにが本当ついてなかったらもういきなりこれさせていいですからね。はい、わかりました。痛々しいもんで、上手ですそうなんで、上手に枯れるんですね。ちょっともう本当にガタガタなんですけど、この辺とかあれですよね、ついありますよね。あ、ここね、この辺もここあるね、色が。そこはわかんないけど、ここは明らかにある。ここですね、どんどん広がってっちゃう。ちょっとつけとこうか、全然セットしない、どこだったっけ、足が、足が左のこっちです、ね、前でしたっけ、2箇所、ここに入れて、ごめんね、2箇所ぐらいかかるんですか。結構通したのに、シュッシュやってじゃん。もう一個ある？こっちにしたの。あれ？あ、ここだ。先生。よいしょ。まあでもさ、あの、それを乱したらさ、中から効いてくるから、はい、結構効くはずなんですけどね。その赤血球が多いのも関係してますか。いや、また全然違う話です。違うんですか。そう、赤血球が、まあ白血球ね。白血球、うん、白血球、赤血球もちょっと多いんだけど、白血球多いのはまあちょっとそれだけで私も何とは言い切れないんですけど、まあまた機会があったらちょっと採血させてください。はい。で、いや、リンパ球が多いんですよ、結局。多いのの、一番多いのはリンパ球なので、はいはいはい、ね、でも1万では白血病、変なリンパ球は出てなかったんだけど、そこに異形リンパ球って言って、普通のリンパ球とちょっと違ったね、はい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 、顔したリンパ球が増えてきちゃったりすると白血病なの。また何ヶ月後かに。そうね、うん、ちょっとこれシャンプーと、あ、コラージュフルフルね。はい。あとこれ目薬は本当にあの洗浄液だから全然薬の成分は入ってないよね。ちょっと複合アミノ酸植物抽出液。まあじゃあ、あの、洗浄汚かったらこれでガンガン洗ってから、はいはい、あのワンクリーンとかで。はい。